どうも、Tコレクションのニッチです。どうも、まさとです。今回はですね、はい、グレンチェックのアイテムをご紹介しようかなと思います。はい、最近直近で言うとメンズでもよく見かける、はい、柄だと思うんですけれども、ねうん、昨年ぐらいからちょこちょこ、はい、そうですね、見かける機会が増えてますよね、うん、まあコート、冬用のコートだったり、はい、まあ、ニットだったり、うん、グレンチェック柄のソックスだったりとか、うん、っていうところまで幅広い、アイテムがあるんですけども、今回ご紹介するのがパンツなんですね、はい、それがこちらですね。バスン、はい、辛いかもしれないんですけども、はい、こちらですね、グレンチェック柄のパンツになってます。なぜまあこれがおすすめなのかと言いますとね、はい、うん、グレンチェック柄なので個性を出しやすいっていうのはもちろんなんですけれども、はい、色ですね、こちらグレーが、ベースとなってる生地になってますので、うん、基本的にはまあモノトーンカラー、白とか黒とかグレーとかっていうのは、まあ、他のアイテムと合わせやすいという特徴がありますので、うん、柄物を取り入れたいという方は多いと思うんですけれども、はい、まあ、そういった方にもおすすめできるパンツとなっております、はい、攻めすぎたカジュアルアイテムはあまり合わせるのはおすすめできないんですけども、うん、多少のカジュアル感であるトップス、アウターでも比較的も合わせやすいと、うん、いうことで、グレンチェック柄初心者の方にはぜひ、まあ、選んでいただきたいパンツとなっております。はい、青のラインがね入ってるのがちょっと特徴的というか、はい、そうですね、はい、まあ、結構今季やとユニクロだとか GU だとかでも割とグレンチェックのアイテム多いのでね、やっぱ注目の度合いが伺えるかなとは思うんですけど、で、まあ、触った感じはちょっと、まあ、ザラッとした触り心地というかにはなってるんですけども、生地感としてはどちらかというと綺麗め感のある生地感にはなってますんで、デニムとかそういったパンツに比べると比較的大人っぽい印象に合わせることができるのかなと。では実際に履いてみましょう。はい、実際に着用してみました。トップスにブルーグリーンのニットを合わせてるんですけれども、パンツのブルーのラインと合わせてこの色にしてみました。全体的に靴もパンツも、シャツもトップスも綺麗めなアイテムにもなってるんですけども、例えばブルーグリーンの色を入れたりだとか、あと、まあ、パンツのグレンチェック柄ですね、あとリュック、まあ、こういったところでちょっとカジュアル感を出してバランスを整えてみました。こちらのコーディネートは、パンツ以外すべてモノトーン、白黒のアイテムで、整えてみました。グレンチェックのパンツを初めて、チャレンジする方はこういった合わせ方をおすすめします。ジャケットですね、こちらジップブルゾンなんですけども、まあ、こういったところで秋らしいアウターでトレンド感も加えてみました。はい、2コーデご紹介しました。ご紹介したんですけども、もし、イメージがつきづらかったという方は、うん、概要欄にアイテムページの、URL を載せておきますので、そちらにも、たくさんコーデが、掲載してありますので、うん、ぜひご参考にどうぞ。はい、はい、まあ、Tコレではこういった柄のパンツって珍しいですね。そうですね、なかなかないですよね、うん、昔からTコレ見ていただいている方はちょっと、うん、物珍しいなと思うのでぜひね挑戦していただきたいなと思います。はい、はい、まあ、トレンド感もね、うん、あるので、はいはい、ぜひチェックしてみてください、うん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。トップス、パンツ、小物、あ、トップスとこちらのコーディネートはですね、小物は